はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、久しぶりに、一番くじの方やってきました。まあね、サムネとかで分かってると思いますけれども、今回はね、スターウォーズの一番くじ、結構前に出たやつなんですけどね、それをねちょっとやってきたんですけれども、まあ、なんでそんな前のやつをやってきたかというとね、とある、まあ駄菓子屋さんに行ったらそのくじが置いてあって、ラスト暗証まであと5個っていう風に書かれてたんですね。でラスト暗証が、結構自分が、欲しいなと思ったやつだったんで、じゃあもうあと5回だし やっちゃおうかなと思ってやったんです。あとね、値段が650円ぐらいだったかな。それが、450円になったんですね。しかも、そう値下がりしてたんでね、いや、こりゃ、やるっきゃないと思って。しかもね、まあ、ご紹介しますけれども、まあ、残りのラインナップもね、結構良かったんですよ。まずね、どうしよう。まあ、とりあえず、こちら、ジェイショーラバーストラップ、はい、こちらがね、2つ、残り5個のうち2つが、ジェイショーラバーストラップです、全20種、こちらはね、ちょっと開封しようかなと、今を開封しようかなと思ってます。はい、はい、これが、2個で、次がね、こちら、G 賞レイヤーオーガナフィギュア、はい、レイヤー姫ですね。こちらがね、まだ残ってたんですよね。結構フィギュアな、このコレクタブルフィギュアは、まあ、上位賞に入る、部類なんですよね。この一番くじの中ではフィギュア賞なんでね、これが、一つで、もう一つがですね、はい、 D 賞、C3PO フィギュア、はい、これもねいいよね。いやもうこれ、この2つであれですからね、もう上位賞が、はい、2つで、最後の1個がね、はい、C 賞ルーク・スカイウォーカーフィギュアということでね。いやね、残り5回でプラスラスト1がついて1回450円だったんで、これも全部引くしかないでしょと思って。だって CDG の上位賞が残ってて、あとまあ J 賞ラバーストラップだったんですけどね、うん、このラインナップでなおかつ、まあこれで、こちらですね、はい、ドンと、ラスト1賞ですね、はい、ラスト1賞、ダース・ベイダーフィギュアラスト1バージョン、アンドブロッケードランナー船内セットということでね、こういう感じのセット、こちらがね、ついてくるんでね、はい、これもやるっきゃないでしょうっていうことで、一応ね、今回、久しぶりに、一番くじを引いたんですけれどもね、うん、まあ、ダース・ベイダーはね、 A 賞は、なんかこう人差し指かなんかをつけてるんですけれど、これはね、ラスト1はパーにしてるっていうね、はい、なのでね、結構大きいんですけどね、これがついてたんで、やりました、はい、ということでね、一応まあ今回開封するのはこの2つ、はい、J 賞の方を開封したいと思います。はい、ではね、ちょっとここのあれを剥がしてから、またはい、すいません。
途中で、容量が足らなくなっちゃったんで、データを消去しましたけれどもね、再開したいと思います。はい、で一応ね、ここ、封を開けた状態なので、ここから、取り出したいと思います。一応狙いはね、いずれか1個だもんね、結構あるな。まあもちろんダースベイダーが欲しいね。ダースベイダー、あとは R2D2 いいね、かわいいね、 R2D2。 あとはもうダースモール、ダースモールにダースベイダーがもう一体あるのか。ダースベイダー、あとヨーダ、あ、ヨーダいいね、このヨーダ2体、うん、ここら辺狙いでいきたいと思います。はい、ここら辺で、いやーどうだろうな、ちょっと待って、この大きさ多分一番重いと思うんだよな、ダースベイダー。あ、これも重いか、振った感じこんな軽いな。これこっちから出しよう。よし、いきます。1個目、よし、いくぜ。ちょっと待って、これはこうなってんのか。よし、よし、いきます。よし、ダースベイダー来い。ダースベイダーか、まあ狙いのもの、あーちょっと細そうだな。いきます、せーの、ドン。やった、やった、 R2D2 めっちゃ軽かったもんこれ。なんかやった、 R2D2 やったね。これ2016年、めっちゃくちゃ前の、よくあったな。そんな前だったっけ。おお、やった。でも R2D2 これは関係ないか。おお、やったね、 R2D2。 まさかの全20種もあるうちの目当てのもの出ましたね。いや、いい、この調子で。でね、こっちが重いの、結構こっちに比べたら全然重いしな、こうなんかね、あん、結構幅がある。そう、勝手にこれかなって思ってんだけどね。どうでしょう。すぐ見えそう。ちょっと待って、あ、結構幅広いぞこれ、袋の幅。あ、ちょっと待ってこれさ、ごめんなさいね、もう分かっちゃった、これやいやー、こっちじゃなかったか。いきます、せーの、ドン。幅的にこれかなと思ったら、こっちか。まあ悪くないけどね、うん、なんだっけこれ、名前忘れちゃったけどな。いやー、まあでも R2D2 出てくれただけでも全然 OK でしょう、うん。いやー、このラバスト自体は結構出来がいいね、うん。はい、ということでね、まあ今回のね、まあ一番口開封しましたけれども、まあ全体的に、まあ当たりですよね、もうね。うん。よくまあ、この2018年の1月に、2016年の一番口がまだあったなっていう感じですけどね。どうせだったらまだ450円よりもっと下げろって話だけどね。やっぱ上位賞が残ってたからそこまで下げれないのかな。あとラストワンもあったしね。はい、
ということでね、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。